住民票とか、必要な手続きですね。フィリピン移住の場合に必要な手続きなんですけども、まあ、これは、フィリピンに限らないんですけども、海外転出届っていうのを出しておくと、非居住者っていう形で、まあ、日本の住民税がかからないってことなので、まあ、高い日本の住、税金をですね、少しでも抑えるためにも、やっぱり、海外転出届は長く、二拠点生活でも、まあ、行ったり来たりでも、かなり長い間、半年とかですね、フィリピンに滞在する場合は海外転出届出された方がいいのかなというふうには思いますね。まあ、あとはですね、年金については任意で払い続けることができて、海外にいても年金というのは受け取ることができるので、まあ、その辺の手続きですね。あと、まあ、個人事業主の場合は個人事業主のですね、開業届出されている場合は廃業届を出された方がいいかなと思いますね。まあ、やはり税金とかそういったところに配慮された方がいいのかなというふうに思います。そんなに手続きは複雑ではないですね。思ったよりもそんなに難しくないです。あとですね、観光ビザ